E25 型キャラバンチャーキャブ、リフタータイプライフケアビークルは、日産自動車の福祉改造車両、オーテックジャパンによって仮装される。シフトワードは、シフトポテンシャルであった。ノートとセレナでは、E パワー搭載モデルの設定もある。ステップタイプステップを装備した仕様。助手席と左側スライドドアでの同時使用が可能で、使用しないときは、サイド印下側に格納される。 ロングステップを採用。助手席回転シート備え付けられたストラップを引いて、手動で回転する機構を助手席に備えた仕様。スライドアップシート T ダンシャンテ助手席、スライドアップシートシートが電動で回転、昇降する仕様。通常は、助手席が回転、昇降する、助手席スライドアップシートが設定されるが、ミニバンのエルグランドとセレナには2列目シート左側が、回転。 昇降するセカンドスライドアップシートも設定される。送迎タイプグリップ類を装備した仕様。オートステップはセレナと NV350 キャラバンは標準装備、ルークスはオプション設定となる。NV350 キャラバンは10人乗りのワゴンと14人乗りのマイクロバスが設定されており、ワゴンは標準ルーフとハイルーフから選択可能である。 NV200 はネットチェアキャブスロープタイプ NV100 クリッパーリオチェアキャブスロープタイプスロープと乗降アシスト装置を装備した仕様 NV100 クリッパーリオはターンにチェアキャブの名称で販売されているが折りたたみ式のスロープと乗降アシスト装置にあたる電動インチを装備しているためこのタイプにあたるリフタータイプ車椅子ごと乗り降りが可能な電動式リフターを装備した仕様 通常の日産車と同じく日産自動車の販売店に展示されているが、東京日産自動車販売のオーテックプラザ、堀の内店及び日産カレストの店舗には常時展示されている。また、LV 認定店には試乗車も常備されている。現在使用中の日産車に後から仮装するキット、いずれの場合も SRS カーテンエアバッグシステムや SRS サイドエアバッグシステムを装着している。 場合は装着不可。ありがとうございます。